95、96。その日から邪神ちゃんは自らの肉体と精神をいじめ抜いた。あんま無理すんなよ。今回の邪神ちゃんは本気だった。魔貴族の誇りを取り戻すために。ただいま。チキン買ってきたわよ。そこでリエールと会ったから連れてきたわ。お邪魔するぞ。いや、これは邪神ちゃんの主食よ。食事制限してるの。ほう。チキンもキールしか食べないの。ポテトうまいぞ。もう今までの私ではない。無駄な脂肪とともに甘さも捨てる。やめておくか。重くなると動きが鈍くなる。あんた最近水分取ってないじゃない。体壊すわよ。私の心配をする暇があったら自分の心配をするんだな。私が力を取り戻したらお前は死ぬんだ。おやすみ。邪神ちゃん起きてこないわね。邪神ちゃん朝よ。開けるわよ。邪神ちゃんがミイラになってる。